アロハ皆さん。アロハ everyone, how are you doing? こんにちは。こんにちは、小村奈美さん。はい、皆さんお元気ですか？なんか梅雨明けしたとかしてないところもまだあるとか聞いてます。アロハ everyone, how's it going?お元気でしょうか。今日は、フラライブです。で、何をするかというと、先週のおさらいです。もう同じことをやっていきます。なので、特にそうですね、新しいステップをいくつか2つくらいやろうかなと思っていますが、基本的には前回と同じ流れで、やりますので、どうぞよろしくお願いします。前回と同じようにまずステップをやって、その後にハンドモーションを少しやって、最後にそれを合わせてやるというような感じの、工程です。はい、ハワイ島は今日もとっても晴れです、ね、ちょっと光が差し込んできて分かるかなと思うんですけど、晴れてますよ、ね、今日皆さんもちょっと朝だと思うんですけど、もしよかったらちょっと立ち上がってこうストレッチとかして一緒にステップとかハンドモーションやってください。そしてそうですね、後でもしなんか曲のリクエストがあったら、その曲をかけながらベーシックやろうかなとか、そういうのも思ってます。楽しみに待ってました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。アロハそしたらじゃあまずはステップからやっていこうかなと思います。前回は手を確か真正面に置いてやったと思うんですけど、今日は手を腰に当ててやります。前回と同じように、カオ、カホロ、ヘラ、そしてアミ、ウエヘ、レレウエヘやりましたね。なのでそのおさらいからやっていきたいと思います。そしたらまず腰に手を置いて、膝は中腰です。前回は膝が見える服装だったんですけど、今回は見えないです。トイスカートでやりますが、あのスカートの動きとかから、掴んでもらえたらなと思います。まずカオっていう動きは腰を左右にこう動かす動きでした、ね、フラをやってない方とかでも、あ、なんかここ伸ばすと気持ちいいかもとか思ったらぜひやってみてください。これがカオっていう動きです。まあ、フラにはこれをかかとを上げ下げしながらカオをする動きとか、つけたままこの動きをする、まあ、いろんなスタイルがあります。私は自分が練習するときはかかとをつけてやってます。3、4、5、6、7、8、とっても滑らかな動きですね。どうやって滑らかにしてるのっていうと、膝がとっても大事です。まあ、ちょっと見えるように少し上げます。膝が、まあ、だいたい拳一つ分ぐらい開けてますね、足と足の間は。で、膝を前後ろ前後ろに曲げた膝を動かしていきます。こんな感じです。でもあまりカクカクなりたくないんですね。タヒちゃんとかとね、こうカクカクしてると思うんですけど、その時は膝がこう外に行ってることが多いんですけど、フラは気持ち膝を内目に内目にして、こう狭めて狭めて動かしていくことで腰の動きが結構滑らかになります。これがカオっていう一つ目の動きです。カオ。 Hello! Thank you for watching! I'm doing the basic steps and then later I'm going to move on to the hand movements and then、I'll show you how to combine those two. Okay. そうですね、そしたらカオをやったので、今度カホロ行ってみたいと思います。カホロ。はい、そしたら手を腰に当てていきますね。膝はいつも中腰のままです。この時にお尻がピュッてたりとかせずに、できるだけ体勢をまっすぐにしておくことが大事です。で、このままカホロ。カホロっていうのは右に2ステップ、左に2ステップ、1ステップですね。こんな感じです。こうしているときに上半身は動いていません。肩の位置はいつも保たれたままです。2、3、4、5、6、7、もう一回右手を
左か。もう一度いきます。2、3、4、5、6、7、8。このステップを初めて見る方は、まあ2ステップ、2ステップ行く中で腰も一緒に動いてるっていうようなステップです。さっきのやってたカオっていうこれを、まあなんていうんですか、簡単に言えば2回右にやって2回左にやってるようなステップです。1、2、3、4、これカホラっていうステップです。横から見るとどんな感じなのっていうと、ここから見ると膝を少し曲げてます。すりおなかに入れます。で、1、2、そしてこっち側に出てくるわ。1、2、2、ステップ、左に2ステップという感じです。もしかして見たことないフラーをやったことがない方も、よければやってみてください。意外といろんなところがこうほぐれて気持ちよかったりします。はい、じゃあ今度ヘラっていうステップやってみたいと思います。ヘラっていうステップはさっきのステップとは少し違うんですけど、腰と膝を使うことは同じです。で、最初の体勢中腰になって、ここから右足を先に出します。右足を斜め45度に出します。つま先を、あ、少し後ろに下がります。つま先をちょんって出して戻します。そしたら左にもちょんと出して戻します。この時膝はまっすぐ伸びてます。こっちの膝は少し曲がってます。1、2、3、4、5、6、7、8っていう感じです。で、基本は少し膝を曲げる、緩めておく。そうすることで足を出した時にこっち側の腰がキュッとある、反対側の腰もこんな感じの。2、3、4、5、6、7、8、これがヘラっていうステップですね。ここまで3つのステップ、いかがでしょうか。あやさん楽しそう。見てる私も幸せになります。そう、楽しんでやってくださいね。私ももう毎回お風呂を踊るのはとても楽しいですよね。そしたら音楽をかけてやってみたいなと思います。この3つのステップを。この前ケアロハっていうあの音楽を、ハワイアン音楽を使ってやったんですけど、反応が良かったので、もう今回もケアロハやってみようかなと思います。はい、聞こえるかな。聞こえるといいんですけど、聞こえなかったら言ってください。そしたらまずはカオのステップから行ってみたいと思います。右から行きますね。Oh,
行きましょう。前ヘラ今やってみましたですね。これ基本のステップなさいねという感じですね。ここまでこのキアロハはキャリーですか？とても素敵な音源。そうです、キャリーレイシェルさんのです。じゃあ今度はまた違うステップをやっていきましょう。次のステップは上へからいきましょうか。上へっていうステップね、いきます、まあ、基本の体勢は同じです。どのステップでも今回は全部腰に手を当ててやっていきたいと思います。膝を少し曲げて、右から右ステップするときに左腰を少し上げます。そして下ろして上、下ろして上、1、2、3、4、5、6、7、8、これが上へっていうステップです、ね、結構腹筋と背筋と太ももの動きといろいろ使いますが、そうですね、噛み砕くと、ね、もうご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、一応説明すると、足を上げるときに、右足を上げるときに左腰が少し上がりますということは、重心が全部こっちの足にあるということ。そして足を下ろすと同時に腰が真ん中に来て、ここでポッポッ、何をしているかというとかかとが上がります。こんな感じ。そしたら反対側の足も同じことです。この足を上げるとき重心はこっち足にあります。そして下ろして上、これをつなげていくような感じです。2、3、4、5、6、7、8という感じです。こんにちは、見てくださってありがとうございます。これが上へっていうステップです。そしたら今度はアミは腰をローテーションする、この動きです。2、3、4、5、6、7、8。この前にも言ったんですけど、アミをするときにはポイントがあって、まあ、何をしてるかというと、ぐるぐるこう、ね、フラフープみたいに回してるっていうやつなんですけど、じゃあ右アミするときからいきましょうか、まあ、ポイントが前、横、後ろ、左左というか横にあると考えていただければいいです。まず右アミをするときは右に腰を上げている状態から始めます。こっちの足に重心がかかってます。そして後ろに持っていくときに少し切り替えて左側を通して前に持ってきます。こう重心がずっと変わってる状態ですね。だけど体のコアはずっと保ったまま、体の周りをぐっと一周させるような左右動きです。そしたら左も同じです。左回り、今度反時計回りにというような動きです。これアミって言います。
ミアカウミとアミヘマと言います。そしてアミクックってやつはこう早く動かしたり早く動かしたりするのもあります。それも同じで膝の動きと腹筋背筋、これをもうずっと使っているような感じです。そして最後この前やったのが、今日はちょっと早めにポンポンといきたいと思います。他のステップもあるので、でこの前最後にやったのがレレウエヘですね。レレウエヘはどんなステップかというと、先ほどやったこのヘラっていうこの動きとウエヘ、この2つが組み合わさったようなステップです。どういうステップかというと、まず昨日の体勢を作って右にステップ、真横にですね、こことかこことかじゃなくて真横行きます。真横にステップを置いて、そしたら左足をまっすぐ出します。そして戻して上っていうステップです。左も同じです。2、3、4、右前戻して左前戻して上、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8。ここから見るとこんな動きです。2、3、4、8。少しダウンしますね。体の重心を少し下げます。足を出すときに1、2、3、4、5、6、7、8というようなステップです。アロハー皆さん、アロハー見てくださってる方っていう感じです。そしたら今度はそうですね、あの曲でやってみようかな。よし、じゃあちょっと別の曲で今度は、ウエヘ、アミ、そしてレレウエヘの3つをやっていきたいと思います。暑いですね、今日もハワイは暑いです。皆さん梅雨明けしましたか？晴れるといいですね、本当ね、晴れたら晴れたでとても暑かったりするんですけど、この音楽に合わせてやってみたいと思います。Come on.
しになってくださった皆さんいたらありがとうございます。これが、ウェヘアーミー、そしてレレウェヘでしたっていう感じですね。ここまで前回のおさらいです。そしたら今度はアロハを見てくださってる皆さんありがとうございます。はい、ハワイ島は今日も天気です、ね、いろいろといろんなニュースありますけど、まあ気持ちを保ってポジティブに頑張りましょうっていう感じですねまあね、もう少しお天気がカラッと晴れると少し気持ちも晴れるかなと思うんですけど、アロハユリンさんありがとうございます。そしたらこの前やらなかったステップというのがあります。私が好きなステップなんですけど、コアカっていう、コアカとかコアケっていうステップがあります。それを今回は一緒にやっていきたいなと思っています。ごめんなさい、息がすごい上がっちゃった。ちょっと待ってくださいね。ですね、今回もイプの音を使ってやっていきたいなと思います。まずはちょっと待ってください、音源を探してます。皆さんいかがお過ごしですか。ハリケーンそれてよかったですね。本当です、ハリケーンが来るんじゃないかちょっと心配になったんですけど、無事それて何事もなくですね、本当にヒロは、まあ、少し風が強いとかはあったんですけど、そのくらいでした。本当に感謝ですね。そのはい、そしたらイプの音でやってみましょう。で、これちょっと速いのでスピードを変えます。ープス、これじゃなかった、ごめんなさい。はい、アロハ、 Thank you if you're watching from the United States or other places. If you're English speaker, thank you so much for watching.はい、このくらいのスピードがいいですね。そしたらコアカっていうステップがあります。どういうステップかお見せします。まずこんな感じ、1,2,3,4,1,2,3ステップ見えるかな、コメントで。こんなステップです。ちょっと今までと違ってサイドを使います。うん、なので今までこう横に行ったりずっと真正面を向いてたと思うんですけど、コアカっていうステップはこっちと真正面、横と正面をこう振り向くような感じのステップです。で、あ、足元見えないかな、私がもう少し後ろに行くといいかな。それでも見えないか、ちょっとコメントじゃあ反応します。ごめんなさい、後でまたコメントください。はい、足元見えるようになったかなと思います。コアカっていうステップは、まあ、先ほどと同じように足一つ分開けて少し膝を曲げます。この状態からまず右足を90度に後ろに下げます。その時に最初は重心はこちらにあるんですけど、後ろに行くことで腰が少し後ろに下がります。そして後ろに右足に置いてあった後に左足に重心をかけてこっちに振り向きます。 1,2,3,4,5,6 真正に戻ってくる。そして後ろ 3,4 後ろ後ろ前戻して、ちょ、3,4,5,6,7,8、これがコアカっていうステップです。やったことある方もやったことない方もいらっしゃるかと思うんですけど、こっちの面と真正面を繰り返して振り向いていくようなステップ、こんなステップです。はい、それと今日やりたかったのがもう一つ、コアカとあとカラーカウアですね。カラーカウアっていうのも同じように真正面と左右どっち両面とも使うステップです。
どんなステップかというと、まずこっちを向きながら始まりますので、ここから重心を下げます。そしてまず右足を前に出します。一歩前に出して腰を左右に動かしながらステップを踏んでいきます。こんな動きです。2、3、そしたら2回ステップを踏んだらこっち側に移ります。どういうふうに移るかというと、1、2、3、4でこっち側を向きます。そしたら今度左足から重心を移してステップを踏んでいきます。右、後ろ、右、変えて左、後ろ、左、そして戻す。こんなステップです。ごめんなさい、ターンオフしたのを戻します。こんなステップなんですけど、言葉で説明するのはすごい下手でごめんなさい。あの動きを見てもらうのがいいかなと思うんですけど、もう普段の動きは全て体重移動です。体重移動、腰の動きはどっちの足に体重が乗ってるかってことで変わってくるので、こうステップを、他の人のステップを見るときもどこに体重が乗ってるかなっていうのを確認しながら見るといいかなと思います。ではちょっと音楽に合わせてやっていきたいと思います。私もパッとこう説明がうまく言えなかったんですけど、あの説明、右左がどうとかっていうのは、はい、動画で見せていけたらなと思います。はい、そしたらじゃあ、ね、この Love and Honesty っていう曲でやってみたいと思います。体重移動、そうですね、体重移動も、そして体重移動ってよく言われることだと思うんですけど、あの膝の動きがとっても大事です。例えば今のカラカウアとかも、こう膝が曲がっているところから伸ばしてるんですね、後ろに行くときに。で、前に行くときに曲がっていたりとか、1、2、3、こう後ろに行くときには伸びてますとか、そういうふうに体重の動かし方が変わってきます。体重が乗った腰が上がるのかな、そうです、体重が乗っている足、例えば、ね、今で言ったら右足ですよね、右足が前に出てるので、右足に体重が乗って後ろに伸ばすときもまだ体重こっちになってます。1、2、1、そして反対側は今度左足です。左、後ろ、左、前というような感じです。コアカ初めてです。あ、本当ですか。で、コアカはさっき最初にやった正面から後ろに体重を乗せて左足、違う、反対方向の足に1、2、ね、難しいです説明が。でもそう、あの体重が乗ってる方の腰が上がるっていうのは合ってます。なので、それで練習してみましょう。はい、私ももう少しうまく説明できるように頑張ります。説明お上手本当かな、ちょっと私も説明がうまくできずあれなんですけど、ちょっとじゃあ Love and Honesty の曲のちょっと遅くしたバージョンでやってみたいと思います。そしたら動きがよく見えるかなと思うので、まずコアカからいきますね。後ろに体重を乗せて3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、
手元にあるんですね。レベルに。今度じゃあカラカウアってしてみよう。カラカウア真横から始まってこっち側に移る、またこっち側に移る、次に来て、カラカウア右足に体重乗せて後ろ前に、そうしたらこっちに体重移動、曖昧でごめんなさいね。もう少しうまく説明できるように頑張ります。はいという感じです。グッドをくださってありがとうございますはい、そしたら、今までそうですね、ステップをやりました。なので今度ハンドモーションやりたいと思います。ハンドモーションも本当にこの前回のインスタライブ終わった後に、例えば星の動き、ね、これとこれどっちも星を表しますよってお話をしたんですけれども、それの違いはどういうふうに説明するんですかってご質問をいただきました。で、私正直わからないんですね。それどこの、まあこれは星の形を表して、こっちは輝きを表すっていう話は聞いたことあるんですけれども、まあフラのスクールとかによって全然、ね、伝え方とか教え方は異なると思うので、いろんな説があると思ってもらえたら嬉しいです。ハンドモーションに関しては、いや本当にハンドモーションね、フラはもともとタヒチから来たっていう話があって、なのでタヒチアンの動きとハワイアンの動きでなんか同じ言葉で同じ動きのものがあったりとかいろいろあるんですけど、それがまたハワイに来てから少し変わったりとか、いろんな歴史があるみたいなので、この先生に習ったからこれしか説明がつかないっていう風じゃなくて、いろんな説明があるっていう風に考えてもらえたらいいなと思います。そしたらですね、ハンドモーション、この前やったハンドモーションと同じものをもう一回やってきたらなと思います、ね、いろんなフラダンサーの方を見てどこに力が入ってるかなとか、どういう風に肘を動かしたら綺麗に見えるのかなとか、いろいろ皆さん研究しているかなと思うんですけど、私も同じです。ね、自分と体型が似ている方のものだと参考にしやすかったりもするんですけど、はい、もう本当にいろんな人から学んで、ね、成長していけたらなと思います。じゃあまずはお花からいきたいと思います。お花の動きは結構スタンダードですね。手を真正面に出して、ちょっとタップするような感じでこうゆっくり慣れてから手を返します。1、2、1、2、という感じで鼻を作ります。鼻、そして右に行くときは右斜め45度に鼻を作ります。高いところに作るときもあります。木の上のお花、オキアレファーとか表すときは結構高く表したりしますね。木の上にあるお花なので、この花を表したりします。いい感じです。そしたら、ね、この前私タヒチアンを習ったときにお花をこうやって表してました。なので、ね、同じようなムーブメントもいろいろあるんでしょうねと思います。そしたら今度はじゃあ海、オーシャン行きたいと思います。海もいろいろ動きがありますね。こうやって表すものもあれば、こういうふうに表す海もありますし、ね、渦巻きみたいな感じで、あとはただにこうやって手を、
撫でるように動かしていくような動きもあります。多分海の状態を表しているんだと思うんですね。でこれは波の動きですよね。不思議な動きです。波、あとは水がこうゆっくり流れている様子、これも海の動きを表すときに使われたりもします。あとはこう手をこう入れ替えていくような、これも海を表すときですね。はい、という感じです。そしたら今度星は2つあるって言ってますね。他にはたくさんあるんじゃないかな、これ以外にも。でもこういうふうに手のひらをこうパッパッと動かすようにするのが星の動きの一つです。あとはこの2本指、ピースの指をくっつけてトントンすることで光ってることを表したりもするみたいです。これも星の動き。こう下から上げる動きとかも星の方ではあると知りました、この前。結構下から上がってくる様子を表しているんでしょうね。言葉なので本当にいろんな動きがあると思います。ね、泡立つ波のようで美しいです。だって英子さんありがとうございます。ね、いろんな動きがあって、私も海に行ったりするといつも波の動きを手で表すとしたらどうなんだろうっていうことをいつも考えながらこう水面を見てたりします。ね、ぼーっとしないように気をつけないといけないんですけど、本当自然からインスピレーションを得てフラワーを踊ってるんだなって本当に思います。そしたら今度はそうですね、アロハやってみようかな。アロハってラブとかアフェクションとかそういう意味だったりするんですけど、日本ではどう伝えられているのかな。アロハは愛って皆さん教えてるのかな。ね、アロハも人によって様々ですが、こんな動きをします。手をくっつけて胸の前でクロスさせて、こういうふうに動かします。手をゆっくり、これは心臓の鼓動のようで私が習いました。で心臓がこう動いているようなイメージでアロハを作ります。はい、アロハですね。でこう感情だったり気持ちを表したりする時もあるのかなと思います。あとは胸の周り、手をこう真ん中に置いて、こうしないでくださいね、この真ん中に置いたまま反対の方の手でこういう風に回すようにしてアロハを表す時もあります。ね、こういう動きよく見ますよね。こういう、ね、こんな動きとかあります。こんにちは、はい、ありがとうございます。あとはそうですね、風の動きはとってもシンプルで美しいですよね。風は右手を前に出して斜め45度としましょうか。斜め45度にして反対方向の手を頭の上で風を表すような感じでこういう風に表現します。左に行くときも同じです、3、4、これ風です。あとはそうですね、たくさんありますが、海の魚とかだったら右手をこう置いて手を重ねて魚を表したり、ね、反対側も魚を表したりします、あと鳥もいますね。鳥、肩から羽を広げるような感じで表したり、そして飛んでる鳥を表すときは、ね、手がもう同時に動いているようなときもあります。といろんな表現がありますが、なんか表現っていろいろあると思うんですけど、自然のものを見たときにその 特徴というのかな、特性っていうのをちゃんと見抜くっていうのもいい表現につながるのかなと、勝手に思ったりしてます。木とかも木が揺れるような様子をちゃんと自分は見てるかなって時たま思いますね。お花とかもお
お花が咲く様子をちゃんと表すにはやっぱりしっかり見ないといけないんだなと思います。自然を、風のアロハを感じました。ありがとうございます。じゃあ今やったようなハンドモーションをランダムにというか順番に音楽に合わせてやってみたいなと思います。ここまで一緒に見てくださって皆さんありがとうございます、ね、元気に行きましょうね。元気真ん中で作りましょう。タップしてくるっと返してお花を作ります。1、2、1、2、左にも右にも作ってみましょう。自分よりあんまり近くならずにちょっと遠いところで作ります。お花です。ふわふわ、ハンドモーションも結構自分の好きな曲を見つけてそれをかけながらそれに合わせてやったりとかそういう感じでやってます。自主練で悩む方も結構いらっしゃるかなと思うんですけど、で自主練に間違ってるも正しいも間違ってるもないと思うので、楽しく自分が心地いいなと思う練習方法をやってみてください。
鏡を見てもいいし見なくてもいいし、いろんなことを学べる時間だと思うので、自分と向き合ったりとか、いろんな世の中のことを考える時間でもありますね。自主練は、自主練というか私は本当に日々の練習なんですけど、なので皆さんもいい時間をフラッと過ごせたら、過ごせていただきたいなと思います。楽しいですよかったありがとうございます。そしたら今度はですね、ごめんなさい、はい、リョーマーコさんありがとうございます。そしたら今度は皆さんにちょっと聞きたいんですけど、あと10分なので、フラダンス癒してくれます。そうですね、そう、じゃあ聴くのはちょっと後にしましょう。じゃあ In This Life っていうこの曲を使って、結構ゆっくりめの曲で踊りやすいかなと思うので、この曲で全部カホロだけでいろんなハンドモーションを合わせてこれからやってみたいと思います。もし一緒にやりたいって方がいたら一緒にやってください。私が最近とっても好きな曲です。ゆっくりの曲です。なんでゆったりした気持ちでやってみてください。まずステップからいきましょう。お花、右に行くときは右に作りましょう。
ね。私は本当に好きな曲を選んでこうやってカホロとか決めてカホロとハンドモーションやるとか決めてそういう風に組み合わせながら自分でメニューを作るメニューっていうかメニューと言えるほどのものでもないんですけど自分の練習方法を見つけてやっています。なのでお家でまだレッスン自粛されている方とかいらっしゃると思うんですけどお家でフラを楽しめる方法っていうのはいっぱいあると思います。うん、そうゆっくりペースで自然を思い浮かべながらとても気持ちがいいです。スロースチルルちゃんチルルさんありがとうございます。そう本当にゆっくりのペースで本当にね緑とか風とか雨とかそういうのを思い浮かべながらやるとまたなんかちょっと深みが出てくるのかもしれません。この曲大好きです。あ皆さんこの曲ご存知ですよね。そうですよ ねとってもいい曲ですですね。はい、という感じです。で最後にそうですね一曲もう一回なんか踊りましょうか。カホロでハンドモーション自分の好きなハンドモーションやってみてください。せっかくなのでちょっと気分が明るくなるような曲がいいかな。爽やかな風が吹きました。良かったです。ありがとうございます。そうやって言っていただけて嬉しいです。本当に。そしたら最後結構この曲好きな方いらっしゃると思うので、これでやってみたいと思います。さっきと同じようにカホロだけです。ただテンポが少し早いです。私がお花とか橋とか言うので一緒にやってみてください。全部いきましょう。まずカホロだけです。手を真正面に寄せてみましょう。お花右に一歩は左も続けますね。その風行ってみましょう。続けます。海に戻ります。アロハ。いらっしゃる方もいっぱいいらっしゃると思いますし、ね、皆さんいろんな方法でフラを楽しんでるんだなっていろんな SNS の投稿を見てたりして思います。こうやってつながれてることに本当に感謝です。
はい、皆さんありがとうございます。マハロー for watching this Instagram live. Although I was speaking mainly in Japanese, thank you for watching. マハロー、ありがとうございます。そして明日は、ショーンさんのウクレレレッスンライブです。で、ショーンさんが皆さんに聞きたいことがあるそうで、明日のレッスンライブ、今までの、ね、一応7月オンリーで今までやってきたんですけど、7月の今までのやった曲、いろいろキラキラ星だとかいろんな曲をやったと思うんですけど、その復習がいいか、もしくは新しい曲をやりたいかっていうことを聞いてほしいと言われています。なので後でインスタのストーリーに、そのどっちがいいですかっていう2択をあげますので、もし答えていただけたらとても嬉しいです。Aloha from Brazil with Aloha Artist Hano. Thank you so much for watching. I'm so glad to see you here. ゆきせさん、あやさんのおかげで今日もハッピー、よかったです。今日は皆さん金曜日ですよね。はい、良い一日をお過ごしください。そして明日はショーンさんのウクレレライブです。そして日曜は YouTube じゃない、お散歩ライブもあります。なので、ポジティブに頑張っていきましょう。大変な時期ですが、はい、という感じです。皆さん今日も見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。 See you. Thank you so much. Hope you have a good day. Mahalo.